から知っていただきたいからと思ってマイクを握っています。いきなりその法案の話を始めても、国がそんなことするはずないよ、政治がそんなことするはずない、国民に対する裏切りなんてするはずないっていうふうに思っちゃうかもしれない。だからざっくりと、政治は決してこの国に生きる人々を大切にしているとは言えないという点をいくつか今並べたわけです。で、話を始めていきたいと思います。今とんでもない法案が衆議院を通過しようとしている。もうテレビでご存知の方もいらっしゃるかもしれない。テロ等準備罪、テロ等準備罪、これは最近になって看板を付け替えました。名前の変更が行われました。もともとの名前は共謀罪、共謀罪という名前でした。で、この共謀罪とは一体何なのかって話をざっくりと皆さんに話していきたいと思います。で、その前になんですけれども、皆さんに質問したいです。犯罪ってどこからが犯罪だと皆さん思われますか？どの時点で犯罪になりますかね？ちょっと硬い言い方ですけれども、近代の刑法では具体的な結果、被害が現れて初めて処罰対象となるのが常識です。つまり起きてもいない犯罪はこれ取り締まれないって話なんです。当然ですよね。じゃあこれ犯罪っていう考え方を、例えばですよ、今これ銀座いろいろ行ったり来たりされてる方、お仕事を向かわれる方、お仕事帰りの方、そして友達とお食事行く方もいらっしゃるでしょうから、犯罪っていうものを外食で例えてみます。どういう状況なのか。まず計画、要は相談という段階があります。何が食べたいかを話し合う、食事をする、約束を友達とする、どこで何を食べるか決める、これ相談ですよね。これいわゆる計画とかも言われます。続いて準備、これ予備とも言われます。これ今犯罪というものを外食に例えて、例えばの話にしてます。準備、予備、どういうことか。例えば食べログで店を調べるとか、予約するとか、 ATM でお金を下ろすとか、これが準備、予備って言われるようなものですね。で、未遂、外食の中で未遂ってどういうことを言うか。実際に店内で注文する、まあ外食ですから、お前外食しただろって言われて、それが該当するのは食べてからですよね。だから注文する、店に入って注文するっていうのは未遂です。その先、既遂、出された食事に口をつける、これ既遂です。政府、まあ言ってみたら犯罪の流れとして、計画段階、準備段階、未遂段階、既遂段階というものが存在するということですね。で、それを外食で例えると、計画は何を食べたいか話し合う、そんなことです。準備っつったら店を調べるとか、 ATM でお金を下ろすとか。で、未遂って何だっつったら店の中で注文をする。既遂といえば出された食事に口をつける、これが外食。まあこれ犯罪と置き換えてもいいです。普通外食は既遂の段階で成立しますよね。今政府が通そうとしている法案、先ほど言いましたテロ等準備罪、いわゆる共謀罪は準備の段階でアウトとみなされてしまうということです。じゃあもう一回準備戻ってみますね。準備ってどんな段階だった？はい、これ外食に例えてますけれども、食べログで店を調べる、予約する、 ATM でお金を下ろす、お前外食しただろって、これ当てはまりますか？とてもじゃない人、いや違います、またしてませんよっていう段階ですよね。でもこの時点でアウトにできてしまう、そんな法律を今準備しているってことなんですね。今政府が通そうとしている法案は準備の段階でアウトとみなされる。もう一回話を戻ると、日本では既遂の処罰を原則としている。被害者が現れました、実行されました、被害者が現れました、そこで初めて犯罪として見なされるということですね。具体的な行為はなし、つまり被害者もいない、なのに処罰の対象になる、そのようなことを今法律としてやろうとしているのが政府だっていう話なんです。非常に危ない話です。
それがテロ等準備罪だよっていうお話をこれからしていきたいと思います。テロ等準備罪ってことで思い出していただきたいのが、安倍総理がこの法律がなければ東京五輪は開けない、そうおっしゃってた。日本、世界で一番安全な街が東京ですと、世界の舞台で東京にオリンピックを呼ぶためにアピールしてたのに、オリンピックが近づいてきたらこの法律がなければオリンピック開けないと言い出した。それが共謀罪なんですよね。テロ等準備罪はもともと共謀罪だとお話をしました。共謀罪過去3回国会で廃案になってます。そりゃそうですよね。だって起こってもない犯罪を取り締まるっていうようなことになるわけだから、それはやばいだろうという話になって過去3回廃案です。そしてその同じ名前だったらこれは法律通せないなってことで、テロ等準備罪と看板を付け替えた。内容、テロ等準備罪と名前を書いても本質は共謀罪ですからね。じゃあこの共謀罪の内容って何なんですか。2人以上の者が犯罪を行うことを話し合います、私とあなた、例えば、そして合意する、それを処罰対象とします。具体的な行為がないんですよ、話しただけだから。具体的な行為がないのに話し合っただけで処罰されるっていうのが元々の共謀罪でした。つまり被害者なし。先ほども言いました、近代の刑法では具体的な結果、被害が現れて初めて処罰の対象となる。にもかかわらず相談すると罪ということが、過去3回国会で廃案にされた内容は相談すると罪というような内容になってたってことですね。だから廃案になったんだ、だから看板を付け替えたんだけれどもですね、テロ等準備罪って名前にしたんですけども、その準備された法案の中にテロという文字が入ってなかったんです。どう思います、これむちゃくちゃでしょ。そこを指摘されて慌ててテロって文言を法案の中に入れたってことなんですね。どうしようもない代物だと。すでにですね、日本にある法律、現行法ではテロなどの凶悪犯罪を話し合いとか準備段階で処罰は可能なんです。さっき言いました、近代の刑法において具体的な結果、行為ってものがなければ処罰の対象にならないってことは当然のことです。けれども凶悪犯罪に限っては話し合いとか準備段階で処罰可能ってものをもうすでにこの国は存在している。どんなものがある。共謀罪、話し合っただけで罪ってものは13もある。陰謀罪ってものに関してはもう8つも存在している。準備罪に関しては7つもある。予備罪に関しては37もある。もうすでにこれだけの法律があるにもかかわらず、この法律がなければ東京五輪パラリンピックは開けないと言っても過言ではないみたいな寝言を言ってるわけです、この人。だって足りないんだったら予備罪を増やせばよくない、一部改正して法律を。足りないんだったら準備罪を一部改正して増やせばいいんじゃない、陰謀罪を増やせばいいんじゃない、共謀罪を増やせばいいんじゃないって話なんですけど、そこには触れず、とにかく今俺たちが考えているもの、もともと廃案になったものに関してそこを数を減らして、とにかくこの法律を通さなきゃオリンピックなんて開けない。対象犯罪676あったけれども277に減らしてこれを法律化しますってことを言ったんです。あ、これちょっとパッと見たら随分676から277って減った感じがしますよね。じゃあいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、その中身見てほしいんですよ。国会で廃案になった共謀罪、過去3回廃案になったと言いました。対象となる犯罪数は600以上あった。その600の中には例えばキセル乗車、もう一駅これちょっと黙って乗ってしまえとかね、あと釣り船詐欺、450円返すとこ350円しか返さなかったとか、そういうものまで含まれてたんですよね。これちょっとあまりにも幅広いだろってことで数が削られたってことなんです、これだけの数に。けどその中身を見ていくと、権力にとって都合の悪いものも省かれちゃってるんですよ。権力にとって都合が悪いものはすでに削除されてしまってるっていう状況。例えばどんなもの、公職選挙法違反、政治資金規正法違反、政党助成法違反、これ政治家にとってはこれが
共謀罪の中に、テロ等準備罪の中に入れられるのは困るんですよ。自分たちの身に何か降りかかるかもしれないから。ずるくないですかこれ。自分たちの身を守るためにあらかじめこういう法律は、こういう該当するものは削除されてるんです。あまりにもずるい。他には特別公務員職権乱用罪、これ除外されてます。どういうものですかって。例えばですけども、裁判、検察もしくは警察の職務を行うもの、こういう人たちに関する話なんですけどね。例えばですよ、警察官が無実の人間に覚醒剤を持たせて、覚醒剤所持犯を捏造し、その職権を乱用して逮捕監禁するっていうようなこともこの特別公務員職権乱用罪に当たるんですけれども、そういうことも含まれてないんですよ。まあ、人を陥れてまで犯罪を作り出す、そういうものに関しては除外してるんですよね。自分たちに都合のよく使えるものはここから除外してしまってる。あまりにもひどくないですか。他に除外されている罪、特別公務員暴行陵虐罪一息で言うの大変ですね。どういうことか。まあ、例えば取り調べの時とかにですね、乱暴なことしたりするのありますよね。例えばこれ冤罪事件、渋谷事件の時にありました。例えば家族が書いた手紙だったりとか、ね、メッセージみたいなものをその容疑者とされる人に踏ませたりとか、そういう無理な取り調べ、冤罪事件というのがいっぱいあるんですけど、そういうことやっていけないよって言われるような、法律ですよね。これさえも除外されている。要は権力側にとって、政治側にとって、警察権力にとって、権力側にとって都合の悪い罪はこのテロ等準備罪、共謀罪からは全て除外されているっていう話なんです。自分たちは傷つかないようにこの法律を作ってるっていう話なんです。ずるくないですか。あまりにもひどい話ですけどね。話を先に進めたいと思います。話戻ります。もともと共謀罪という名前でした。過去3回国会で廃案になって、そしてまた出したいからって看板を付け替えたテロ等準備罪。テロ等準備罪は政府の答弁では計画だけではアウトにならないって言ってるんです。要は相談しただけでアウトにならない、だから共謀罪とは違うよって話をしてる。これ結構時間遡りますけども、私がここでもともと共謀罪ってどんなものですかっていう話をした時に、相談だけでアウトになるって言いましたけれども、政府はこれ共謀罪じゃないんだ、だから相談だけではアウトにならないよってことを言い出した。じゃあ何をもってアウトになるんですかって話。計画、いわゆる相談と準備がセット、計画と準備、相談と準備がセットになって検挙処罰っていう話になるんだと。相談だけでアウトではないんですよ、政府はそう言います。でまだまだ出てきますよね。じゃあどういうことなんだって話です。もう一度、計画、相談、何が食べたいか話し合う、食事をする、約束、友達とする、これ相談です、計画です。で準備、予備、食べログで水を調べたり予約したり、 ATM でお金を下ろす、これ外食で例えてます。未遂、実際未遂、出された食事に口をつける。はい、政府が言うアウトっていうものを外食に例えてみると、どこの段階でアウトになりますかって話です。普通外食といえば未遂の段階で成立です。店を調べたり友達と約束したり、そして外出をして店に入って注文をして料理が出てきた、食べました、外食してきましたっていう話になるってことですね。けれども政府の理論だと、準備の段階で外食したことと同じとみなされてしまうっていうんです。むちゃくちゃな法律でしょって。じゃあ準備の段階って何でしたかってもう一回見ますね。すいませんね、しつこくて。はい、食べログで店を調べる、予約する、 ATM でお金を下ろす、外食にも届いてませんよまだ。下手したら家から出てないかもしれない、 ATM に届いてなければ。でもこれらが準備行為とされるってことですよね。準備行為としてみなされたものに関してはアウトになるっていう話、とんでもないなって話です。すいません、大丈夫ですかね。私説明下手で申し訳ございません。ここなかなかね、もうこれ3回目ぐらいなんですけど、説明するのなかなかうまいこといかないんですよね、これね。どうやったらうまいこといくか後で声かけてください、もしもお時間ある方いらっしゃったら。とにかく具体的な行為はなし、つまり被害者もいない、なのに処罰の対象になる。
全ての人々を犯罪者予備軍として日常的に広い範囲で盗聴などの捜査を行えるようにするって話なんです。そりゃそうですよね。相談準備、こいつこういう相談してました、こいつこんな準備してましたってことを発見するためには事前の捜査が必要です。事前の捜査ってどういうことするんですか。こういう相談してただろお前たちってことを言うためには当然盗聴が必要です。しかもその相談したタイミング、相談するタイミングよりもずっと前のタイミングから盗聴などを続けなきゃいけないってことですね。ってことは誰が相談するか分かんないって話なんですよ。ってことはむちゃくちゃ広い範囲にわたって誰もが犯罪者予備軍である可能性がある。潜在的犯罪者として多くの人々の通信を国が権力がこれを見続けなきゃいけない状況が生まれるっていう話なんですね。で、警察の主観的嫌疑、主観的嫌疑って何ですか。警察のこいつら怪しくねってやつですね。怪しいんじゃねってやつです。警察の主観的嫌疑をスタートするためには相談が行われる前の段階で盗聴、尾行などの捜査が必要。これ逮捕されるかされないかっていう問題以前に大問題があるんですよ。多くの人たちが捜査対象とされてしまうってことが問題なんです。何も始まってないの。で、誰がそういう相談をするか分かんないから、とにかく隅から隅までこれを行わなければならないような状況が作られるってことなんです。実際アメリカでもフランスでもテロを入り口にそういうことが行われているっていう現実を後ほど出てくると思います。相談の段階、ごめんなさいこれ間違ってます、相談の段階どころか相談以前の段階で捜査はすでに開始されている。それを可能にするのがこのテロと共謀罪、あ失礼しました、テロと準備罪、いわゆる共謀罪だと。やばい相談するんじゃね、全ての人々を潜在的犯罪者とみなしプライバシーの侵害することを合法化してしまうのがテロ等準備罪だと。参議院議員山本太郎が銀座三越前でマイクを握らせていただいております。とんでもない法案、テロ等準備罪、いわゆる共謀罪の危険性について皆様にお話しております。時間がない方はぜひですね、今黄色いチラシをお配りしています。今チラシ配っている方手を挙げていただいてよろしいでしょうか。チラシを配っている方がいらっしゃいます。ぜひですね、帰りの電車の中でも結構です。明日の、お暇な時でも結構です。目を通していただきたい。時間がない方はぜひ冷やかしでも結構です。チラシをお持ちください。話を進めます。やばい相談するんじゃないかってことで、全ての人々が捜査対象、全ての人々の通信を権力側、警察権力などがチェックするというような状況になってしまえば、これ表現の自由に対する萎縮効果抜群なんですよね。余計なこと言えなくなります。何かまずいこと自分が言ったとしたら警察のお世話になるかもしれない、実際にお世話にならなくてもなるかもしれないというだけでこれは成功なんですね。例えばあなたが言われのない捜査を受けた場合、例えばですこれ捜査を受けた場合どのような不利益を被るかってことをお話したいと思います。友達と悪乗りをしました、冗談の延長、飲み会の時にね冗談で犯罪めいたこと言っちゃった。皆さん生きてる、皆さん今まで生きてきた中でね、冗談の延長で酔っ払って犯罪めいたことを一回も言ったことない人っていますか。おそらく赤ちゃんぐらいしかいませんよ、そんなこと言ったことないって人。日常的にそういう会話はあり得るってことですね。友達と悪乗り、冗談の延長で話したことや、その後にコンビニでお金を下ろしたことを捜査側が犯行の準備行為とそう決めつけた場合、逮捕要件を満たすと判断すればあなたの身柄を拘束することにつながります。あなたが本当にやってるかやってないかなって関係ないんですよ。捜査する側がそう考えればそうなるっていう話なんですね。無実を主張しても最大で23日間あなたの身柄を拘束することが可能です。事実です。たとえ拘留が24時間、
48時間であったとしても、いきなり警察が来て連れて行かれた場合、あなたは勤め先に何て言いますか。24時間拘束されてそれが解かれた後に、すいません、どうも警察にお世話になっちゃったみたいでって言えますか。無断欠勤何日まで許されますか。これ会社クビになったりとか、友達の間で犯罪者扱いされたりとかっていうことにつながりませんかって話なんです。いわば社会的にこの交流が長くなればなるほど抹殺されるのと同じことになるんだよ。そんな簡単に捕まることないでしょうっていう話です。じゃあ日本の逮捕令状だったり捜索令状っていうのはどれぐらい出されてるかっていうことをちょっとクローズアップします。令状の却下率、逮捕令状や捜索令状を出しませんという判断を司法側、裁判所がどれぐらいしてるのか。逮捕状に関しては 0.06%、 90もうほぼ100に近い形ですよね。他にも捜索の差し押さえだったり検証許可令状だったり 0.04、 却下率ですからね。これ弁護士の方です。現在もともと東京高裁の判事、この方が令状が出される際にどういう感じだったかってことをお話になってました。新聞で非常に厳格に吟味する人もいれば、捜査官の主張通りにどんどん令状を出す人もいるよ。捜査機関は個々の裁判官の判断傾向を事前に把握していると。要は令状出してくださいって裁判所にいる人たちはどういう人が今日は担当なのかってことをちゃんと見てるってことなんです。その日の当番が厳格な裁判官だと事前に分かると、捜査機関は令状請求をしない。簡単に令状を出してくれる裁判官が当番の日まで待ってから申請する。私が勤務した地裁ではそういうことがありました。私が勤務したところ以外でも簡単に令状なんて出せるから逮捕状が 0.06% しか却下されてないんですよね。ほぼ 100% に近い形で逮捕は、この令状というものは出されるっていう話なんです。令状出てるぐらいなんだからよっぽどでしょって話じゃない。簡単に出るっていう話なんです。他にも日弁連山下幸男弁護士のお話によると、日本の裁判官は捜査機関が提出した資料で判断をします。捜査側の言い分だけ、それだけで判断するので、よほどおかしな点がない限り却下されない。要は不備があったりとかしない限りは 100% に近い形で令状は出されるってことですよね。この通りです。令状の却下率、逮捕状で 0.06、 全ての令状で見ても却下されたのは 0.8% でしかない。で、この国にはどれぐらいの強引な取り調べがあるのかというのは、冤罪事件が山ほど存在していることを見れば分かる話です。そしてたとえ自分がやってなければ、そんな無理、嘘の自白なんかするわけないって方もいらっしゃると思います。でも中身を見てみます。例えば村木厚子さん、厚生労働省の方でした。郵便不正事件、この村木厚子さんに関して取り調べを受けた厚生労働省の関係者10人のうち5人が村木さんの関与を認めたっていうんですよ。冤罪ですよ、村木さん関与してないんですよ。でも10人参考人とかいろんな形で呼ばれた人たちが取り調べを受けて、村木さんがやりました、10人中5人が自白したんですよ。認めた、供述した、むちゃくちゃだと思いません。これある意味捜査側が恣意的に村木がやったんだろっていう方向に自白を取って、供述を取っていった結果こうなったってことですよね。他にも見てみます。2012年パソコンの遠隔操作事件というものが起きました。2012年初夏から秋にかけて、犯人がインターネットの電子掲示板を介して他社のパソコン遠隔操作したよ、これを踏み台として襲撃とか殺人などの犯罪予告を行ったというのがパソコン遠隔操作事件で、これの容疑者とされる人たちがいろいろ捕まえられましたと。4人の容疑者のうち真犯人でない2人が自白してしまったと。私がやりました、やってないんですよ。日本の捜査はかなり強引であると。
今2つの例、村木さんの例、パソコン遠隔操作事件の例、この2つしか出してませんけれども、かなり強引な、そして長期的に大王監獄みたいなところに閉じ込めながら取り調べしながら、結局やってないことまでやったっていう無理やりな自白を取るっていうのが日本の捜査の伝統みたいな形になってしまってるってことですね。結果2件とも 50% が嘘の供述をしていた。要は半分は嘘の供述をしてしまうような取り調べ方が横行してるっていう話なんです。これ海外の研究からも似たようなことが導き出されます。どういうことか。2004年、少し情報は古いですけれども、ノースウェスタン大学のロースクールの研究結果からちょっと、内容は変わるかもしれないですけれども、1973年以降、死刑冤罪事件の 45.9%、 45.9% が誤った情報提供者の証言が原因。要はこの人がやりました、事実を知らなくてもそう言ってしまうっていうようなことがあるっていう話なんですよね。だから普通に取り調べただけじゃ分かんない、考えただけで犯罪者と扱われ、盗聴やガサ入れや身体的拘束をあなたが受けたら、そんなとんでもないことに引きずり込まれるような法律、たとえそのような可能性が少しでもあるとするならば、そんなとんでもない法案絶対に通しちゃダメなんですよってことなんです。実際にガサ入れまで受けなかったとしても、実際に取り調べ、警察のお世話にならなかったとしても、そんな目に遭うかもしれない、もうこれだけで OK なんですよ。余計なこと言ったら、考えたら、ややこしいことに巻き込まれる、そう思わせたら、この法律を作った人たちの勝ちなんですよ。何も言いません、考えませんっていうふうにあなたもなりませんか。萎縮効果を狙った法整備は大成功です。物言わぬ人々の出来上がりってことなんです。どうして物言わぬ人々を作りたいのか。答えは簡単です。世の中をコントロールするのに一番容易なのは、誰も何も言わないっていう状況が生まれることなんですよね。政治の世界で何かひどいことをやるたびに、おかしいだろうって声を上げる人たちがいたら邪魔ですもんね。一番人々を簡単にコントロールできる方法は、みんなが物を言えないっていう状況を作り出すこと。まさにこのテロ等準備罪、いわゆる共謀罪は、物を言う人々を物を言えなくできてしまうような状況に導かれてしまう可能性が高い。一番コントロールしやすい国民を権力者が手に入れることになる。被害者なし、実行者なし、考えただけで犯罪者扱い。これ私たちの主張、思想とか信条とかね、内心の自由、表現の自由、こういうものを奪うことに等しいんですよね。日本国憲法、日本国憲法でいうと19条思想及び良心の自由、21条表現の自由、31条法定手続きの保障などなどにも違反するような法律を今衆議院で間もなく通そうとしている。まあここまで話をしましたけれども、結局こういう方もいらっしゃるんですね。自分がやばいことに関わってなかったら関係ないやん、そんな話。こういう話結構聞きますよね。まあ確かにそう言われるとそうかもしれない。自分がやばいことしてなかったらそんなの関係ないんでしょ、だったら関係ないよねって言いたい気持ちを分かる。でも犯罪者でもないのに、当たり前のことを主張しているだけなのに、すでに監視対象に置かれている方々がたくさんいらっしゃるってことをこれからご紹介します。法務省の外局に公安調査庁、公安調査庁っていう組織があるのをご存知でしょうか。法務省の外局です。この公安調査庁はどんな仕事をしているんでしょうか。破防法に基づき、オウムの時とかにこの日聞きましたよね、破防法。この破防法に基づいて暴力主義的破壊活動、
暴力主義的破壊活動を行い、将来もその恐れがある団体の調査を担当しているのが公安調査庁。これは調査してもらわないと困りますよね。だって暴力主義的破壊活動をやっている、もしくは将来的にそれをやる人たちがいるんであれば、公安調査庁にそれを調べていただきたい。で、実際どのような団体が公安調査庁の調査対象となっていたのかというのが、1999年に公安調査庁の内部資料が流出して分かりました。公安調査庁が暴力主義的破壊活動を行い、将来もその恐れがある団体としてマークをしていた人たちはこんな人たちです。日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議。暴力主義的破壊行為ですか。他にもアムネスティインターナショナル、人権保護団体ですよね。生活行動協同組合、コープですよ、コープ。他にはこんにちは、若い皆さんの将来を守るのが政治のお仕事ですが、残念ながら今の政治は皆さんへの裏切りの連続です。お家に帰ったらテロ等準備罪、いわゆる共謀罪、もう一回言います、テロ等準備罪、いわゆる共謀罪についてインターネットで調べてみてください。皆さんの将来に関わる話です。参議院議員山本太郎でした。東京にようこそ。修学旅行の皆さん、ありがとうございます。話を戻ります。公安調査庁が暴力主義的破壊活動を行って、将来もその恐れがある団体としてマークをし続けてた人たちが、日本ペンクラブや日本ジャーナリスト会議、他にも人権保護団体のアムネスティインターナショナルや生活協同組合、コープっておかしくないですか。他にも情報公開を求める市民運動、他にも青年法律家協会、他にも全国公害患者の会連合会、他にも原水金原水協というような核兵器廃絶を訴える団体、これ全て共通点があります。公安調査庁がマークを続けていた、今挙げたこの団体たちには共通点があります。どういう共通点でしょうか。権力にとって不都合なことを訴える人たちなんですよ。日本ペンクラブ、ジャーナリスト会議、例えばこんな不正が行われていたとか、こんな資金の不透明な流れがあったとか、他にも今政治がこういうことをやっているのにはこういう裏の流れがあるんじゃないかとか、他にも人権保護団体ですから、要は無理に長期間人を拘束して自白を強要したようなことであったり、そういう人たちを救い出したり、冤罪事件であったりっていうことに関して人権団体が物を言ったり、他にも生活協同組合ね、意見出してますもんね。この共謀罪に関しても生活協同組合はおそらくこれに対して反対だって意見を表明してます。この人たちが作ってる人参がキャベツがネギが暴力主義的破壊行為を行うなんて考えられませんもんね。そればかりか、全国公害患者の会連合会、どうして公安調査庁がマークする必要あるんですか。暴力主義的破壊行為のような経済活動によって公害患者が生まれ、という人たちが被害を負った人、その支援者の人たちがその企業や政治に対してその是正や、ね、保障を求めるっていう動きをしているのは、これ暴力主義的破壊行為ですか。逆ですよ。暴力主義的経済活動によって被害を負った人々ですもんね。とにかく権力側にとって不都合なことを言う人たちをずっと監視しているのが公安調査庁でしたってことがはっきりと分かったんですよ、この内部資料によって。自分がやばいことに関わってなければ関係なくないか。関係あるんですよ。今国会の審議の中で一般人にこのテロ等準備罪は関係のない法律だってことが言われてます。共謀罪と一般人は関係ないんだっていうことが言われてます。じゃあ一般人ってどういう人なんですか。一般人じゃない人ってどんな人。嫌疑をかけられた時点で、疑いをかけられた時点でもう一般人じゃなくなるんですって。
じゃあほとんど全員にその可能性があるじゃないかってことなんですよね。むちゃくちゃな話なんです。先に進みます。全く関係のないこのようなですね、世の中の不正であったりとか、例えば賃金を上げろとか労働時間を短くしろとか、そしてグローバリズムの広がりに対して、ね、新自由主義っていうことに対してそういうものは許さないって声を上げるような、真っ当な声を上げる人たちでさえも暴力主義的破壊活動を将来行うものとしてもうすでに監視の対象に置かれていたということが1999年の公安の内部資料の流出によって確認がされています。権力者、権力を持つ者が考えることはいかに人々をコントロールするか、政府の都合に不都合に、政府に対して不都合だ、政府が不都合と感じることにツッコミを入れる人たち、これは非常に鬱陶しい存在なんですよね。もうすでにですね、盗聴できる範囲、先ほど言いました、多くの人々に対してこの国に生きる全ての人々たちを潜在的犯罪者とみなして、何か悪い相談するんじゃないか、何か悪いことを始めるんじゃないかということを通信を持って追跡していくってことがこの先行われていく可能性が非常に高いです。その根拠は何なのか。もうすでに昨年盗聴できる範囲というものが大幅に拡大されました。どういうことか。今現在でもその去年盗聴法の拡大がなされる前にも犯罪の捜査には盗聴という手法は使いました。電話のメールなどの通信も傍受することは可能でした。でも限られました。4つの大きな犯罪に関わることだけが盗聴できる範囲として認められていた。例えば集団密行、殺人、銃器、薬物などですね。この4類項に限定されていたんです。けれども昨年それが大幅に広げられた。盗聴できる範囲が。どういうことか。この赤字で書かれたところ全部なんですね。その中には詐欺や窃盗なども含まれている。これだけで今現在存在している刑法犯罪の8含まれている窃盗罪、もちろん窃盗は犯罪ですよ。でも窃盗っつったってね、ピンキリです。でこの窃盗の中のそのピンキリの一部を紹介したいと思います。万引きなども含まれます。当然万引きも犯罪ですよ。でも万引きに関して盗聴するほどの話かって話ですよね。他には詐欺罪、詐欺罪の中には追善詐欺やキセル乗車も含まれる。まあ最近切符買う人少ないかもしれないです。スイカとかで行けちゃうからね。目的で駅よりも5つ向こうまでただで行っちゃったとか、1つ1個乗り越してで、なんですか、改札口を飛び越えたみたいなね。あと釣り銭先、450円を釣りのとこ350円しか返せなかったとか、こういうことまで盗聴の範囲に含まれちゃったっていう話なんですよ。要は何でもできちゃうぞって話なんですね。何でも盗聴できる状態を作っちゃった。例えば万引き、窃盗が含まれてますから、万引きをした中学生、これを入り口にその親、その周り、友人や親族などを盗聴の拡大までできてしまうってことを作った。これも明らかに片っ端から盗聴できるような状況を自ら作り出していってるんですよね。これひいては今衆議院で通ろうとしているとんでもない法律、テロ等準備罪、いわゆる共謀罪のための下準備とも言える話だと思います。この先一部法律を改正すれば、この共謀罪にも、共謀罪の適用範囲にもこの盗聴を拡大できるっていう話なんですね。でアメリカでも同じようなことが起こってます。アメリカでもとんでもない盗聴が、国家による国民に対する盗聴が行われているってことをバラした人がいます。誰ですか。エドワード・スノーデンです。エドワード・スノーデンに聞いた人が、こう聞きました。いや、エドワード・スノーデンにインタビューした人が、日本の市民も監視されているんですかっていう質問をした。エドワード・スノーデンの答えはもちろんですと。スノーデンってどんな人ですかって話です。もともとは軍隊にいた人です。軍隊にも入隊した人、真の愛国者、自分ではそう思ってた。で才能があったんですとね。で NSA 国家安全保障局に配属されて CIA の勤務になって、その後ジュネーブに行って外交官として入って諜報活動、
続けてたと。他にも日本にも来たことがあるんだよ。横田基地の、ね、地下にそういう組織があって、ね、NSA の契約社員として勤務してた。2年間東京の福生で暮らしてたって人なんですよね。で結局2013年にアメリカの国家安全保障局 NSA が世界中を監視しているってことをバラしてしまった人なんですね。今ロシアに身を寄せてますかね。もうアメリカに戻っちゃったらおそらく懲役300年とか400年とかいう世界なんでしょうね。 NSC 先ほど出てきましたエドワード・スノーデンが、所属していたといいますか入っていた NSC って何ですか。まあ、国防総省アメリカのこの国防長官直属の軍事機関であると。傍聴要はよそからいろいろね情報を盗まれたりするのを、するのを防ぐための防ぐことを主要の業務としてたと。活動はずっともう水面下ですよね。表からは分かんないってことをずっと続けてた。そして 9.11 の後テロ対策として国内の通話の記録をどんどん収集していってた。2005年からこの NSC の考え方はコレクトイットオール全てを収集するという考え方その方針を取っていった。 NSC が収集している通信記録にどういうものがあるのか。マイクロソフト、ヤフー、グーグル、フェイスブック、スカイプ、アップル、YouTube などアメリカのインターネット大手9社のサーバーから1日数百万件に上る利用者の通信記録を得ているって話なんです。要は全部見られてるって話なんです。この NSA による世界の監視網っていうのは他にもですね、例えば海底の通信ケーブルってありますよね。アメリカからつながっていってる日本にもこう、ね、基地がありますよね。これ通るたびにコピーできるようなシステムをもうすでに作られていて、もうすでにそうやって情報を集められてる。全情報を自動的にコピーさせてるんですよ。日本側だって分かってます。そんなこと全部見られてるんですって。アメリカ様に皆さんの情報がこの国に生きる人々の情報をアメリカ様に差し上げてる、そんな状況だってことですよね。日本と NSC アメリカの NSC との関係は今年4月新たな NSC の機密文書の内容が報じられました。これをネット上のニュースサイトで取り上げられたものなんですけども、その内容はどんな内容だったか。日本政府は NSC、これ横田基地とかキャンプハンセン沖縄にあるところですよね、監視拠点を構築するために NSC が日本の国内に監視拠点を構築するためにその金を出したのは日本政府だって話なんです。それとバーターで日本側がアメリカからもらったものは何かっていうとスパイのトレーニングと監視装置を提供したっていう話なんです。その中にどんなものが含まれますかって話ですけれども、これもうスノーデンのことご存知の方はよく知ってる話ですよね。 X キースコアよく言われるこの、スノーデンが言ってるのはスパイのグーグルだ。検索するワードを入れれば全部出てくる。例えば安倍総理、例えばね、安倍総理に対してよく思ってない市民の方が政権交代をしたいってことで、ね、例えばブログを書いた、安倍政権打倒のブログを書いた。例えばそのキーワードに安倍政権、安倍打倒ってキーワードを入れる、安倍スペース打倒と入れたら日本中それ以上かもしれないですけれども、安倍打倒と書いた内容のものがどんどん集められるっていう話です。全部集められる。スパイのグーグルと言われる X キースコア、世界の人々の通信を対象にキーワード検索ができるシステム、これ手に入れたんじゃないのかって話ですよね。この監視装置を使えば例えば安倍総理を批判する発言であったり検索できる、個人を特定することも可能になる。これもうむちゃくちゃな世界ですよ皆さん。これ山本太郎が妄想で話してる話じゃないんですよ。実際にもうここまで来ちゃってますっていう話なんです。自分がやばいことをやってないから大丈夫だって話じゃない。あなたの内心に関わることまで、あなたの頭の中まで、あなたの心の中まで土足で国家が踏みにじることは許されない。どうしてか、私たち一人一人にはプライバシーの権利があるから。どうしてプライバシーという権利を守らなきゃいけないのか。一人一人考え方違うじゃないですか。みんなと同じ考え方でいいのであればプライバシー権なんていらない。でも自分自身の考え方こう確立するためにはそれぞれが考える時間であったり考える自由がないとそれぞれを確立することなんてで
できないってことなんですよ。でも国はもうそんな必要はないと、少なくとも政治に関わることには興味を持つな、政治に関わるとろくなことがないっていうような状況をこれから担保していく狙いがある、そういう可能性を大いに含んだ法律なんですね。その疑いが1ミリでもあるならば、そんな法律は絶対に通しちゃいけない。国がそんなことするわけない、そう生まれたあなたに聞きたい。じゃあ国があなたのために、あなたの生活が少しでも豊かになるために、国があなたのために何かやってくれたことを挙げてみてください。考えてみてください。社会保障は、大学まで行かれた方、奨学金は、先進国という国の中で奨学金というシステム、多くの国が奨学金としてね、個人に負担がかからないような形で大学に行かせてるにもかかわらず、この国は国がやってる竹藤みたいな形になってる。大学生の2人に1人が奨学金を借りてる。これどうしてそんな状況になるか、2人に1人、そのうちの7割は利息がつくタイプを書かせた。利息がついてその上に返せなかったら延滞金まで、大学卒業するまで数百万円の借金を背負って社会に出さされる。大学院まで行けば1000万円を超えるような借金で社会に出される。これどうしてそんなシステムにしてるか皆さんご存知ですか。一つ、金融機関が儲けるため、もう一つ、債権を回収する企業が儲けるため、奨学金の利息だけで年間340億円以上の儲けがある。340億円の売り上げ、これが誰が手にするか、金融機関が手にする。延滞金年間40億を超える金がある。この上前を跳ねるのは誰か、日立がやっているような債権回収会社。学生さえも貧困ビジネスに近いような形で企業のうまみとして若い人たちの将来も差し出されている。そして社会に出れば長時間労働低賃金が待ってる。この国の政治は、あなたがこの国を愛していること、この国はあなたのことを愛していないということがはっきりと示されるような政治が行われている。国がそんなことするわけないっていうのは全く根拠がないんですよ。力を貸していただきたいんです。本当にまずい。テロ等準備罪、いわゆる共謀罪を止めるためにはあなたの力が必要。長い時間喋りすぎてまとまって聞けた人は少ないかもしれないけど、チラシを作りました。情報の一つとしてぜひ手に取っていただきたいんです。これを丸っぽ信じてくれなんて言いません。山本太郎事務所が作りました。情報の一つとして他からも情報を集めてあなたが判断をしていただきたい。すいません、長時間にわたって時間がオーバーしてしまいました。テロ等準備罪、いわゆる共謀罪についてぜひあなたもお家に帰って調べていただいてほしい。そして周りの方々にこういうことがあるんだってことをぜひ広めてください。そして国会で行われる審議に興味を持ってください。お願いします。ありがとうございました。参議院議員山本太郎でした。すいません。そしてですね、この後ですね、永田町の色物山本太郎とツーショットの写真を撮りたいという方がいらっしゃいましたら、冷やかしでも結構です。